くるくるくる。すすすすす村。慎太郎さん、慎太郎も。ないぼー。ああ、よかった。え？全然高垣の声聞いてねえな。なんか よく死んでるわ。釣られてもいるし。今のタスク終わってねえ。うわー、いく。なんで僕悪いことしましたか？ごめんなさい。流れ終わるんだ。タスクが終わんなかったんですよね。ミスビーして。あれ？え？え、ポニーちゃんシャトルランしてる。え、ちょ、なになになに？コニタのシャトルラン何？右下キノコ。マオさん。コニマオ治る方。おお。小山さん、はじめのシャトルランなんすかあれ？ん？スプラッシュゾーン出たり入ったり出たり入ったり。スプラッシュゾーンに3つタスクがあって。うん、とりあえず入ったんやけど、うん、ゴミ箱をスルーしちゃったから、うん、ゴミ箱を先にやって、そうそう、通信直しました。はい。え、その後音質まで来たの？サントスさん、天候直してます。え、サントスさん、サントスさん、だって私ブーメランしか、ブーメランじゃない、あれしか、フリスビーしかないから言ってる。フリスビーだね。あげてくれー。トン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 。ネロ。お、3つある。開いてるかな。開いてる。やった、ナイス。ハタ、フジ、ネロ、ハタ。ネロ、多分上部から通信の方かな。最後通信あるまい。あ、ごめんなさい、ごめんなさい。あるまい、展望を僕いて、出るときに入ってきました。え、直近で？直近？じゃあ10秒以内の話してほしい。10秒以内だったら最後僕鉱山。違う。アルマの通信の。あ、展望の、ハイブラさんどこで見ました？いや、俺展望で見てるよ。うん、だから僕が展望出るときにアルマが入ってきて、僕最後鉱山。鉱山はタスクしてる？タスク最後しようとしたところ。じゃあまあまあ直近ってことだね。うん。あ、直近なの？でも、とりあえず私さんに白出せる。直近やったら通信室にいっぱい人いた気がするけど。そう、私と畑迫がいて、他じゃあ宮司さんもいるんです。あ、ネロちゃんもいます。宮司さんが最後登ってきたから、うん、その3人を閉じ込めてる形になるからね。慎太郎に今回白を出しましょう。阿部ちゃんが言ってることが正しければ、うん、おそらく望遠鏡を覗いててキルされてると思う。鉱山までは一緒に俺いて、ネロちゃんと一緒に鉱山タスクしたやん。あなたアルマ君入ってきて一緒に出て一緒に展望入ってんのよ。うん。で、俺はナンバータスクをしたんやけど、その時アルマ君何もしてなくて一回出ていったのね。うん、で、阿部ちゃんが言ってることは正しければもう一回入ってるから、阿部多分とハイブリさんは合ってるんですか、お互い。俺合ってない。合ってない、合ってない。ただ俺リアクターのとこまで来てるので、合ってないのにアルマの死人ができると。もう一回弾ける人聞いていい？慎太郎はキッチンに置いてきて、俺がミーティングでボタンを押してるので、まあその展望の話が本当であればまあ無理今回は、うんうん、通信俺からサントスさんとネロちゃんにシロが出て、ミヤシスさんから俺も含めて白が出るはず、うん、うん、直近であれば。で 俺からミヤシスさんに白出るから、うん、それはどういう状況で？あと俺が通信室に置いてきてる。いや、てか対抗じゃない？阿部とハイウリさんの言ってることって、うん、まあ弁当がないんだったら、う
対向にあるけど、その展望覗いてる時に、通信室側から行けるかを確認したいです。そしたらそういうのでもなさそうで、うん、俺は結局最後リアクターまで来てるから、その間にもう一回アルマ君が入ってることになるからって感じ。何て言ったらいいのかな。ちょっともう一回高橋さん言ってること変だよ。え、そう、一回高垣釣り挟む。まあ阿部ちゃんっぽくは見えるけどな。I'm シェリフ。おー、イエス、シェリフ。おー。サピョン聞いてもいい？私入れた。入れた。入れた。入れてない。トス。マオ、サントス。トスマオ。あと俺かな。じゃあ。ネロちゃん、トスマオ。まあ、阿部の言ってることとハイブリさんと言ってることはもう完全に食い違ってると思ってたんで入れちゃいましたね。まあ、そうだよね。そこ対抗になるネロちゃんは。いや、ネロちゃんが言ってくれてる。微妙にね、食い違いではなくて、直近だったら、あのだから俺が出た後アルマ君が入って、まあ、でも覗いてるしかないよっていう話をしてただけで、なんか途中ごちゃっとったからなんかうまく説明できなかったんだよ。いや伝わった伝わった。ハイブリさんしてなんかアルマさんがもう一回展望に入り直せって意味わかんない行動を取ってることになるっていう風になるから、なんか、うん、そうだよね。釣りなんか違えてるようには感じた。なんかね、じゃあ一応アルマ君ね、タスクせず展望台入ってるから一回俺しても双眼鏡覗きに行ってはいいのよ。だからもう一回見に行くかはあるかなとちょっとは思っちゃった。で、高垣の違和感みたいなのってなんだっけ、どういうこと。俺とサントさんがほぼ、まあサントさんの方が先かで、通信室に行って、うんうん、でネロちゃんが来て、最後に宮下さんが来て、だから、うん、そうで俺通信室に降りてったか、ちょっと宮下さんの後ろを保管庫から上がってきてね、うん、で宮下さんが通信室入ったのを横目に俺が下がってて、で最終的にアッパーエンジンの下にいるのよ。あ、じゃあ右左だ、左にいるから、うん、そこは俺が塞いでるってこと。ああ。なら、ヤシさん視点で、高垣って届くと思います、展望台あたり。いや、通信室にいると思ってた。後ろについてきてると思ってたから、うんうんうん、多分ほぼ無理やと思う。アルマが、アッパーの方に歩み寄ってればぐらいか。まあ、ワンチャンあるけど、ぐらい。俺視点はね、全然行ってると思ってて。ただね、タスクの用事はほぼないと思うんですよ。アルマって一番最初の通信分けで、うん、通信にも用なさそうだったんですね。ないで、さっきのターンも、上部エンジンとかで鉱山とかでやってるわけじゃないですか。うん、でも、番号入れタスク以外のほぼ用事がなさそう。絶対ない。出てないですよね。じゃあ、ほぼ用事なさそうなんで、望遠鏡行ってそうかなと思っちゃいますけど、わかんないけどね。うん、だから上部エンジンで死ぬ。あとね、一回出てるから、多分通信か戻ろうとしたかなんかだと思うのよ。だから俺ちょっと通信って最初言ってた。なるほどなるほど。で、阿部ちゃんはインポスター想定、まあ分からんから一応、まあ、一応注意しながら注意しつつ展開です。でもマットでボタン待機しないと思うけどな。あー、分かる。あー違う、もうこっちに。あ、いやでもなんかキッチンに湧いたんだよな。キッチン一個だけ刺されてる。サボ中なのに。そんなに料理しろとアマンガスが言ってる。ああ、でもあれクソまずそうだよね。何回も言ってるけど意外とうまいパターンあるのか。はい、ナイスナイス。移動コンボ。ハイブリさんってどういう経路ですか今。え、ドロップシップ保管庫上路拾って通信上がって下からはしご降りて通信の前方台の方直しに行こうと思ったけど、うん、先に直ったからって感じなんで。いや、ボックス点は保管庫に置いてきたイメージだったんで、ちょっと原子炉手前にいてびっくりしたっていう。
だけど、いや藤宮くんが左の扉開けてるときに装着した、うんうん、なるほど、多分ね、あの俺がジョウロを拾ってるときに置いてったっていうかな、うんうん、そうですね、うん、まあ、一応アベマットだったらハイブリタカガキにのどっちかにインポスターがいる可能性があるぐらいに、うんうん、高垣さん無理やと思うけどな。一応じゃあ主張するとアルマ君キルのタイミングで俺の最終位置が原子炉なのね。それはタスクが原子炉にあるから、うんうん、でまだあるのでもう一回いきます。あと一応今回展望で僕直してます。はい、通信は直しました。届くと思うな俺多分。あと3つハイブリさんいつの間にかなんか名前の裏の背景中学生が修学旅行で買うみたいな柄になってますけど、なんかあったんですか？童心に帰りました？中学生が修学旅行でお土産に買うやつみたいな、そういういかつさを感じたけど。おキノコすごい湧く。うわギリ掘れてない、しつこい。ミヤシシナイスすぎる。ナイスすぎるわ、うん、あと助かった。え早ー早っ。いや俺ねキッチンとかなかったんよ今回。研究とキッチンがいいないいな今いいなって言った人白です。いやありがとうございます。いや黒いる黒いる黒いる。いいなだった一人。ああ一人らしいいいながいた。高垣です。いいな精査高垣黒です。タスクないのにいいなって言ってるいいなでした。ダメですよ、いいな精査入りますよ。そんな安っぽいいいなで欺けると思った。バーバチタスク順結構くちゃくちゃだな。宮下さん助けて。あ、お前待っとかーい、お前待っとかーい。人外はあってたけど待っとかーい。おねるちゃん頑張って見つけろ。ねるちゃん腐ってくれ。おお2キルしてる。おお2キル入ったのか、ま、た時間は長かった。まあほぼ宮獅子さんかなと思ってます。へ宮獅子高垣の二人街。おおで、リアクター鳴るときに、通信室から保管庫に降りたら俺が一番最初に降りたんだけど、宮獅子さんと高垣と降りてきたのね、うん、で、うんうん、宮獅子さんはこの4ターンぐらいマジで何のタスクもなさそうなのに通信室を行きしまくってて、いや僕ねあのあれが終わんないんですよ、ぐるぐる回すやつが。あまあそういう主張ですよ。で俺が怪しいなと思ってたんで 2.5 階に逃げたら宮獅子さんついてきて、上に上がったら上についてきて保管庫まで来たって感じなんで、宮獅子さん確定人外かなと思ってるんですね俺目線ね。マットっぽい。サントさんの死体を保管庫にあって、畑坂はほぼ上部エンジンで死んでると思う、うん、サントさんの死体って保管庫の具体的にどこら辺？ドアの前。どっち側？保管庫の中それとも外？保管庫の中。まあ高垣はほぼ人外だと全視点であると思うんで。タスクはちなみに終わりました。俺も終わった。タスクでもいいね。俺ジョーロやった後戻っちゃったから。どちらでもか。阿部ちゃんが黒猫かどうか次第じゃない？ああ確かに二郎いた場合にだるいから二人外だったら釣り入れないと。いやまあ二郎いる場合でもまだ大丈夫。1分はある。1分いけそう。あ僕はいけますよ。助けいけない人いない。あったそこあと2個とか言ってたよね。違う人だっけ、うん、多分大丈夫。でも現状は宮獅子さん釣りが、うん
僕の意向です。まあそうね、藤宮に任せれば。はい、了解です。あの宮下さんは何か弁明があれば。いえ、特にないです。え潔いな。なんやて。ないんなら。潔いな。マットかな。ネロちゃんの可能性もあると思う。阿部ちゃんインポスター、宮下さんマット、高垣インポスター。高垣くんが黒猫っぽくやってるインポスターって見てください。ね、まあわかる。ネロちゃんだと思うけどな。エロちゃん入れたのが高垣でスキップ宮志さんか。うん。うん。いや逆理論無理か。いやすいません。すいません。いやいや。私がやりました。高垣のいいな絶対ないやつのいいなだと思ってた本当に。やめてよそういうコマンドセンサー怖いよ。確かにいいなって全然よくなさそう。そう良さそうのに、ね、ウキウキだった。じゃあ次始めます。お願いします。はい、お願いします。